家に感謝していただきますとしてください。あー疲れた疲れた、もう今疲れモードが一気に来ましたね。ちょっとまずはあの作業中にもうね、最近な上ばっかやってるでしょ、まあ、上終わったら下なんですけど上ばっかやってるでしょ、上を向くことばっかりですよ。ずっとこうやって首が痛くなる、で首が痛くなると喉が痛くなってきたんですね。これはシロアリ駆除の、劇薬のせいなのか、何なのか、ちょっと俺の中で謎なんですけど、まあ、マスクは二重してますよ。でね、上向いて、ものすごいわけですよ。ほこり、瓦のほこりとか、まあ、瓦のほこり、あと木くずとかが、まあ、ブワーってもう毎日、もうこっから入ってくる、もうこの辺ブワーですよ。ほんでね。みんな、もう目にめっちゃゴミが入るから、俺ね、職場にあった、職場っていうか、まあ職場ですよね。古民家の中に転げ、いろいろ転げ落ちてるんですよ。その、ゴーグルだったり、安全ゴーグルだったり、まあドライバーだったり、その元々俺人が住んでたから、そういうなんかこう、パイプだったり、なんかこう、ニップルだったり、エルボーだったり、その水道系のやつも結構あったりとか、そういうのは取ってて使ってくれてるんですよ、親方が。いや、まあ、この前ゴーグルを見つけて、安全ゴーグル見つけて、最初パッてつけたの、ゴムのやつで、シリコンなのかな。で、すごくピタッてきてよかったんですけど、めっちゃ曇るんですよ、こうマスクしてんじゃん。マスクのここ煙めっちゃ曇ってて、で、上に穴を開けたんですよ。上に穴を開けたら、曇らなくはなったんですけど、めっちゃゴミ入ってきて、めっちゃ目に入るんですよ。でね、それでもやっぱつけてないよりつけた方がいいから、まあ、つけてるんですけど、目にゴミが入ると、痛いわけですよ。石とかが入ってくるから、そういう、瓦の破片とか、まあ、木くずとか入ってめっちゃ痛いんで、痛くなると、ずっとこう目がこう開けれない。しかも3メートルぐらい高いところで作業してるわけ。もう落ちたらやばいじゃん。下手したら死ぬかもしんないしね。うちで怒られかったら。で、ガー、いったーと思って、またこうやって目が開けれないでずっとこうやってるんですよ。で、治るまで、ちょっと収まるまで待つんですけど、結構な時間痛いわけですよね。もう時間の無駄なんです。その俺の中で作業ができないって。そうな。どうしても必要な、ものがあったんで、百均に行ったんですよ。そしたら、見つけましたよ。安全メガネ。で、うお安全メガネ売ってるとか思って、俺欲しかったんですけど、ネット上で200円とかで、まあ、売ってるわけよ。まあ、いろんなタイプがあって欲しかったけど、俺ね、
本当にね、今ね、どん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 出費が多すぎて、なんかもう、金がどんどんなくなって、どんどん底が見えてきたわけよ。ね。底見えてきて、やっぱりなーとか思うじゃん。でも、家を建て直さなきゃいけないわけですよ。だからこう、まあ、やってはいるんですけど、ろくなものにほらお金をかけたくないけど、だからネジとかちょっとケチり出したんです、俺。ネジも高いんですよ、ビスとかも、釘とかも高いから、なんかこう、6本打つとこう、4本だけ押さえたりとか、まあ、安全性っていうのはあるけども、まあ、屋根の話じゃないよ。なんかこう、下のもので止めなきゃいけないものを、別にこれ4本で良くない？みたいな。6本多すぎやろ？みたいな。まあ、計算されて作られてるのかもしんないけども、そういうとこケチり出しましたね、最近ついに。高いじゃん。で、ネットで売ってる200円とかさ、300円ぐらいの安全ゴーグルも、もう高くて、今あるんだったらそれでいいやと思ってたんですけど、なんせ目に毎日ゴミ入るんですよ、上から。痛くて、はあ、今日も作業中には買いたいなぁ。やっぱ普通のメガネないのかなとかいろいろ考えたんですね。まあ、サングラスするっていう方法もいろいろ考えたんですけど、まあ、透明のやつもあるし、かけようかなと思ったけど、やっぱ上から入ってくるんですよね。100均で売ってたんですよ、3500。で、どうかなと思ってつけてみたら、上パッチーンって収まるし、見てこのフィット感。もう使ってるけども、使うの楽しみ、現場で。どこまで、見て、上がピタッとこう、かなり、まあ、プラスチックなんですけど、前は、今使ってるやつ、こう、なんかこう、シリコン製みたいなやつ、こう、ゴムでね。まあ、いいんですけど、まあ、ゴムなんで傷がいっぱいついててね、なんか、傷がいっぱいついてて、ちょっと見えづらいって、少し曇る、ほんのちょっと曇るんですよ。だから、高いとこで作業してちょっと薄暗いわけですよね。ライトつけてないから。やっぱね、恐怖は常に感じてますね。やっぱり、グラッとしたりとかなんかすると。これだけ、今ほら、新品でクリエアなわけじゃん。ちょっと傷つけないように、傷がついてくるとまた視界が悪くなるね。これは、100均だけども、ずっと使えるように傷をつけないようにつける。これ結構物とかポン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 投げてね、なんかこう、傷つけるタイプで、これは、できるだけ。まあ、ああいう作業してるとね、上とは限らず、物を切るじゃないですか。切るとブワーって言って、やっぱ、木くずがブワーっと舞うね。それもこう、目に入ってきたりする可能性あるじゃないですか。だからまあ、ボイラー直ったしね、直ったっつうか、あれ、これ、この話したっけ？ボイラーの話したっけ？ボイラーが直った。ボイラーの話したよね、確か。治ったというか壊れてなかったっちゅう。まだわかん。まだ灯油入れてないかわかんないですけど、まあ機械自体動いてた。やることは山ほどある。やることはね、腐るわ、だって。天井も、そうなのかな。今日違う大工さんに見てもらったんだ。まあ、見てもらったんですよ。たまたま。近所の古民家？いつも俺が帰るときに通るから、大工さんいいんじゃない？大工さんもいるし、おばあちゃんもいるし、で、パッとこう顔見て、あ、どうも、バイバイって言うんですよ、こう。塀の向こうに家がね、塀があって。
お疲れ様でーす。って言ったら、あっちからこう手招きが、こうやって手招きが来るんです、おばあちゃんが。うわ、またかと思って、まあ、またかっていうのはちょっと失礼ですね。毎回ごちそうになってるんですよ。俺的には結構すぐ帰りたいわけよ。もうキララに会いたくて仕方がないわけ。いや、キララが何してんのかなって帰り際にちょっと、ライブ映像を見ると、なんか、あれ？キララいないみたいな、うわ、玄関で待ってんのかってちょっと思ったけど、もう会いたくて会いたくて仕方がなくて。で、んで、帰りたいなって思うじゃん。なんか、寂しそうじゃん、一人で。ね。ああ、こいつ起きてんのか、もう寝とけよとか思うわけです、いつも。お前寝とけよ、お前。俺が帰るまでって思う、ね、なんか、もう、こうやってずっとこうやってこう外見てたりとかして。あ、俺の帰り待ってんのかって勝手に思っちゃってね。そして帰ろうと思って出てくるんで、あ、いるなと思って、まさか呼ばれないの。お疲れ様、バイバイって言ったら、おいでとかするんですよ。あ、今日大丈夫です。ちょっと用事あるんで、つって、いいから来なさい。今日はぜんざいの日とか言って、嫌いじゃないけど好きじゃないな、好きでもないな、とか思いながら、いや、大丈夫ですって言うんですよ。言うんです。塀の向こうが大丈夫ですって。いいから来い、みたいな。ちょっと休んでいきなさい。もう、いつもそれ、ちょっと休んでいきなさいって。いや、あ、向こうでまだこうやって言って、大工さんに囲まれ、大工さんに囲まれ、おばあちゃんが作ってくれるその、ぜんざいを食べながら、大工さんとおばあちゃんと沖縄の人たちとの会話をまた聞いて、まあ楽しくなってくるわけですよ。その、昔の沖縄のこととか、昔の話とか、いろいろ聞けて、昔の大工は、そういう今みたいにその電動ドライバーとか、そういうのはなかったんだぞとかね。そういう話を聞いて、データまあ楽しむと。でも、まあ、そこにずっと話が尽きないんで、まあ、ちょっとタイミングを見てこう、帰りますっつってね。休みたいけど休めない。もう、そこが今しつこいね。そこが見えかけてきてるわけよ。さっさと引っ越せ、さっさと引っ越さないとね、良くないですね。良くない。本当に。セメントがさ、まあ、砂とかさ、外壁のやつとかさ、いるわけよね、まだね。で、そのまだまだ必要なわけよ。ベニヤも買わなきゃいけないし。気密テープもまだいるやろうな、と思うし。そっか。3回目の材木注文した。3回目かな？ 4 回目かな？オーダーして。まだまだ木材は、まだまだ木材はかかるね。そのまま材木やなぁ。なんか来年潰れるらしいんですよ。この、
コロナの影響がかなり打撃を受けてるらしい。木材が高くなっては来年潰れるらしいが、もう木材そんな仕入れないっつってたんですよ。じゃあ安くで売ってくれよって思うけど、いや、ずっと赤字でやってるからね。今ほんとすごい赤字らしいんですよ。だから、そこを値切ってますね。ある意味。かわいそうだね。あ、作った。でもちょっと今安いもん、材木が高い。毎回材木屋に電話して、あれが必要、これが必要、これが必要っつってオーダーするんじゃないですか。全部でいくらになりますかって言った時の、その、はい、ちょっと待ってねーって、ね、いつもそんな感じで。全部でいくらになりますから、はい、ちょっと待ってねーって、って計算して。おにぎり作っていきたい。おにぎり3個。あと、ゆで卵2個。持ちますね、腹。俺、基本的に何も食わなかった。まあ、何も食わなくはないか。お菓子食べてたんですよ。お菓子でも持つんですけど、しっかり食ってみようと思って。で、朝今日ご飯がなかったんだよね、冷蔵庫に。で、ご飯炊いて、なんかね、無印のね、なんか炊き込みご飯的なやつをもらってたんですよ。この前ね。で、まあ一人前のやつだったの。それを3個にぶち込んで、で、白だしぶち込んで混ぜて、ちょっと味見して作ってみて。めっちゃ椎茸入ってた。椎茸全部抜いたって。で、おにぎりを3個作って、ゆで卵焦って、もう朝めっちゃ忙しいんですよ。バタバタバタ。もう、穴が開いた靴下をね、縫ってる暇がない、最近。もうどんどん広がってきて。明日は、ゆで卵と、明日あれ持っていこうかなと思って、まあ、どっちみち引っ越すんだし、コンロ、ちっちゃいコンロ。で、あそこはね、新築じゃない、あの古民家は、決めました。あそこにキッチンあるんじゃないですか、こう、でっかいキッチンがあるんですよ。古臭いキッチンが。で、今日、いろいろね、大家さんと話し合いをしてて、俺、やっぱあそこのキッチンちょっと、全部取っ替えようと。金かかるから、金はかけない。金はかけないけど、かけなきゃいけない。結局。でも、あれ全部取る。こう、L 型の、ダダダ、でかいね。あんな一人で、俺。だから全部取って、木材でカウンター作ります。ね。カウンター作って、水のとこは、そこをパカって埋め込むような感じにして、なんか俺できそうな気がする。まあ、ちょっとこう、同じタイプの形をこう木材で作って、まあ、作って、2x4 とか作って、ね、作って、で、やろうかなと思う、まあそう多分やると思って、今のやつは全部分解して、バラバラにして、ぺっちゃんこにして、金物を集めてる人たちにもあげようと思ったら欲しがってる人いるじゃん。リサイクルできるから。うちも置くとこなくはないけど、まあ持ってってくれたら助かるんじゃない。そうしようと思います。あれ、早いとこか、そうか。あっさり。あれ、ない方がいいんですよね。ね、
明日はそれと、なんでだ。明日は、天井やって、親方外回りやって、俺天井やって、ほんで、ガスコンロ持ってって、キッチンは、まあ、野菜を売ったり、フルーツを売ったり、苗があったり、ある程度ちょこちょこ収益が出てきたら、それで木を買って、少しずつ仕上げていくって感じ。最初からはできない、金がないから。だから、少しずつ仕上げていって、収益はちょっと増す。で、キッチンはガスをもうやめる。俺ガスはもう契約しないです。で、電気 IH コンロっていうのを設置しようと思う。だからガス契約しなくていいから基本料金かかんないよね。電気屋の基本料金だけでいいじゃん。で、だからそう電気にして、なんか天ぷらとかやりたかったらさ、ベランダでやったよね、天ぷらってね。すっごいいいじゃないですか。もうこれがまさに俺がやりたかったことです。天ぷらとか、焼き物とか、まあ、中華でもいいよね。もうこうベランダ、ベランダ？庭でやれんじゃないですか。で、大家さんもバーベキューグリルくれる、まあ、肉は食べないですよ。バーベキューグリルくれるす、この丸くて大きいやつあるじゃん、日本にもあんのかな？ちょっと日本でどういうのをやってんのか知んないけども、アメリカで、まあ、よく、一般に安い感じの、こう丸くてでかいやつね。でかいやつ。この前、大家さんと遊びに行ったんですよ。すごいいろいろ見せてくれて。で、これもなんか、あげるって言ったし、シーサーももらえる。昨日連絡あって、セリさんシーサーいるって言ったから、います。何でももらえます。つって。うっすら、なんか、お母さんがなんか、セリさんにあげたらって言ってるけど、いらない肉あるけど、つって2種類。だから4体あるんですよ。まあ、4体だけど2体飾るんじゃないですか。なんか、最適なこれぐらいなのかな？で、まあ、で、どっちがいいって言われたんで、で、ちっちゃいのが顔的にはタイプだったんですけど、でかいのがなんかいいじゃないですか。入り口に飾るんだったら。で、やっぱでかいのにしますって。なんか時間が出てきたらね、シーサー作りとかやってみたいですよ、粘土で。やりたいんですけど、今、そんな時間なくは、まあ、作りゃいいんですけど、なくはないけど。やばいよ。食いすぎた。食いすぎた。晩飯が。耳渡すの忘れてた。くっそ、あいつ言ってくれりゃよかったんや。え？今日皆さん楽しい一日。安全な一日。1分1秒を大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。今ちょっと活動止まってるけどね。まあ、活動を再開できるように、できるだけ早く、古民家を修復させ、またすぐに、いつもの活動に戻れるようにね、やんなきゃね。時間は作ればいくらでもできるんですけど、今ほら、やっぱり、早く引っ越さないとっていう、やばいとこまでちょっと来てる。そんな感じ。これ明日使うの楽しみやな。100円。これいいね。曇るかな。